台風10号の今後の進路ですね、まだブレ幅はあると思うんですが、ただこの先、可能性としては影響の出る可能性のあるエリアも広くなっていると思います。遠く離れているところでもこう何か準備することが大切ですよね。そうですね、大雨はもうすでに、始まっています。離れていても大雨はすでに始まっています。また、台風本体が接近する奄美など明日ですね、それ以外のところを見ても局地的な突風、積乱雲に伴う局地的な突風などには注意が必要です。こちら18時の時点での最新の進路予報図です。気象庁の発表した予想進路ですね。引き続きですね、大きく西側を回り込むような形で九州方面から西日本を縦断するような予想となっています。ただまだこの予報円がかなり大きいということ、進路のブレ、また速度のブレも引き続き大きくなっている状況です。向こう5日間でご覧いただきますと、まず明日は奄美大島周辺などが暴風域に入るという状況なんですけれども、その後ご覧のようなエリアで暴風域に入る確率が非常に高くなっています。また気象庁の方から提示している暴風警報発表の可能性、早期注意情報、こちらの方をご覧いただきますと、はい、明日火曜日27日火曜日でご覧いただきますと、奄美大島が可能性が高いという状況、そして28日水曜日は九州の比較的広い範囲、29日は九州から中国地方、山口県、そしてまた四国方面などこういったところで可能性が高い、金曜日にかけては可能性の高いエリアが近畿まで拡大をする見込みとなっています。はい、これはまあ現在の進路予想進路の状況をベースに、検討されている内容で、引き続き、進路がぶれてきた場合にはこういったところもエリアタイミングが、まあ、ずれるといった可能性がある状況です。はい、一方で、降水分布の方を確認していただきますと、台風の中心周辺の渦を巻く雨雲、これが明日奄美大島方面にかかってきます。台風の中心近傍で最も強い風が吹くのはこういった目を取り巻くアイウォールの直下というところになります。ただ明日の日中、台風から離れているエリアでも南から北へと北上する暖かく湿った空気、暖湿流に沿ってアウターバンドと呼ばれる複数の雨雲のラインが形成されます。現在もですね、東海地方に一部入り始めているんですけれども、明日も断続的にこういったものが、西日本から東海地方の太平洋側に入る見込みです。で、台風の場合はこの中心近傍よりもやや離れたこういったアウターバンドの直下のところで、竜巻のリスクの高い積乱雲、スーパーセルが発生しやすくなります。台風の中心から離れていても、強力な竜巻が発生した例としましては、1999年の台風18号などが挙げられます。その場合はこのようなコースを通って、九州を縦断していたタイミングで、豊橋周辺ですね、この辺りに活発なアウターバンドが入り、日本ではほんの数例しかない F3 クラスの、竜巻が1999年台風18号の際には発生しました。はい、ですので、この台風の中心に近いところだけでなく離れている場所でも竜巻のような突風は容易に起こり得るというふうにお考えいただければと思います。はい、
先行して始まる大雨の範囲も広いですけれども、こうした風、離れたところでも竜巻などの突風のリスク、こういったところも合わせて十分に注意をしていただきたいと思います。はい、ではこの先ですね、台風から離れた場所でも、竜巻もそうですし、また停電などの発生リスクもありますので、できるだけ早いうちから備えを行うようにしてください。最新の台風や気象情報についてはアプリウェザーニュースからご確認いただけます。